こんにちは、オーブです。はい、来ました。本日僕たちオーブはジバンシーの本社に遊びに来ております。やってるやってるやってる G やってる。でもジバンシーの本社に来たからにはちょっといつものオーブよりはちょっとピシッとしてください。そうですね、やっぱり身だしなみもクチッとしてきてお願いします、はい、いやもう若干手遅れなんかこれやっちゃった。もう G やってるから。ジバンシーとのコラボ企画第2弾ということで、今回はこちらの企画をやりたいと思います。はい、僕が考えてきました。マジで？はい、聞いていてください。寝ずに題してダダン、ジバンシー×オーブ、キューブのみんな今年もありがとうクリスマスプレゼントと今年の感謝を込めたジバンシーのギフトボックスをオーブのみんなで選んでプレゼントした。頑張ったけど、頑張ったけど、拍手拍手。今ね、キューさんのお母さんのギフト選ぼうしか覚えてない。いや、言うてない言うてない言うてない全然言うてない言うてない、キューブにキューブ、それしか覚えてない、まあんまり内容が分かんない、ね、つまりキューブのみんなに今年の感謝を込めて、うん、オーブのメンバー4人でジバンシーのギフトをプロデュースして、はいはいはい、おー、マジか、抽選でプレゼントをしちゃいましょう。うわーすげえ、めっちゃいい企画やな。言ってほしかったよねそう、こっちの方それが多分タイトルの方が企画説明より長いですよね。いやでもそれはシューターがキューブに対する愛が強くなっちゃったってことっしょ。そういうこと。いやいや、あの最高です。2人とも後ろ向いてもらって。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、仕切り直して。はい、2人でやっていきます。それでは早速行ってみよう。後ろ向いてもらって。はい、ごめんなさい。はい、さあそれでは早速見ていきましょうね、皆さん。おお、何してんの。ここ、ここ立ち位置、ここです、皆さん来てください。うわ、すげえ。来ましたよ。うお、いやすごい。めっちゃ食いつき早いやん。バリエーションが豊富すぎて。確かに色鮮やかですね。あれ、どう見てんのよそれ。どの角度、それ手前のテーブルが、はい、メキャップ。うーん、触り心地はすごい。いいよね、進化してますよね。ベロア生地みたいな、すごい。確かに、これもだって前回もいただいてますから。そう、プリズムリーブで、はい、そうね、もうこのご時世もうこれ欠かせないからね。これみんな使ってる色違うんですよ。僕はあの03番使ってる、僕04です、ね、俺2です。で、フミヤが1だよね、今使ってんの。これですね。で、本当に今のご時世、マスクすることが多いので。いや、そう、これすごい、ね、化粧がマスクにつかないんですよ。いや、マジでそれ蒸れちゃって、汗ばんだ時でもこれポンポンやったらね、わかる。そう、サラサラになる。サラサラになる。そう、ジバンシーの魅力ってこの入れ物の可愛さというか、容器の ね、デザイン性、デザイン性が、デザイン性がすごいね。これとかもポンと置いてるだけで可愛いからね。でもこのやっぱ入れ物とかもいいんだけど、このチークとかもね、なんか色がいっぱいあってめちゃくちゃ喋ってる。ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、止めてください。もうそろそろちょっと次の、うわ、まだ足りねえよ、はい、次のスキンケアコーナーの方に行きたいんですけど。まだ足りない、おい、めちゃくちゃ見てる。次のスキンケア行くから。あ、行く、ごめん、次のスキンケア行ってください。もういいんだよ、ここは。次行きます。すいません。はい、じゃあこっち行きましょうか。行きましょう。次行っちゃいます。はい、ここめちゃくちゃ気になるアイテムがあるのよ。ここは気になるよ。ここはそうそう、おなじみ、おなじみエリアじゃないですか。ずっと使ってんじゃん。僕たちがいつも使わせていただいてます。日頃のスキンケア、僕はこっちの青の、ね、俺こっち、ピンク。俺もピンク使ってますね。ピンクは誰。はい、俺はピンクです。じゃあちょっと行こうよ。あ、フミヤ、こっち？こうなります。あ、僕たち2人がこっちにも青を使っていて。そうね、偶然に2やね。ピンク、私は青ですよ。いや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 、そうよ。え、あ、俺今そピンクと青ですからね。これは本当に保湿、保湿がすごいんですよね、草本様。ほとんどが自然由来の成分でできているために、うん、あの鎮静効果って言って肌を保湿化してくれる。おお、高いので男女とはすごくこれからの時期おすすめの。確かに、確かに、ありがとうございます。乾燥するもんね。そして黒の方、はい、こちらが新商品です。今日のね、僕らの衣装ともこう、確かにかっこいいね、やっぱ黒かっこよすぎる。これ入れ物めちゃくちゃかっこいいのよ。じゃあちょっとこの高級感めちゃくちゃあんのよ。確かに、なんかすごいですね。すごいですね。これいいよな。かっこいい。こちらは下田様、聞きたいです。確かに、ちょっと聞いてもいいですか。どういうシリーズ、見た目もすごく可愛いんですけど、はい、輝くような若々しい肌に導いてくれる。うわっ、来ました。よかったら開けて中見てみてください、はい、見てください。ちょっと香りの方もちょっとあれカメラに、え、これ開けていいですか。はい、開けてお願いします。かっこよ。え、ちょっと見せてください。綺麗。すごい。使いたくないぐらい綺麗。すごい、ね、渦巻きのようになってるんですね。はい。うん。肌を若々しく。ええー。白い方がですね、肌を明るく導いて。ええー。ダブル効果。ハイブリッド。ね、いいね。すごい。待って、香りはでも今までのあれとすごい似てる。あ、似てる？うん。ええー。じゃあめっちゃいい匂いじゃん。うん。で、本田くんと勝くんが使ってるのはこっちですもんね。はい。ピンクシリーズ。こちらはサマタ様。はい。ピンクの効果。
果としては肌を若々しく保ってくれる、うんうん、すごく軽いので、暑い時期から、まあ、これから巻き冬でも気持ちよくお使いいただけるスキンケアシリーズになっております。そう、僕もどちらかというとサラサラが好きなのよ、はい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 、だからこっちをよくこれを持ってこい、ちゃんと振ってから使ってください、うんうん、はい、じゃあ振るのが嫌だなっていう人はこれちゃんと逆さまにする、うん、いや振るの嫌な人イメージ大丈夫です、はいはい、ちょっと僕嫌でした、ね、あじゃあ短いたわ、その場合はこうしておいてください、はいはいはい、2、3回ほどね、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、じゃあ振るフランスコーナーの方に行きますか、行きますか、行きましょう、はい、行きましょう、はい、行きました、うわすごい、はい、これ見て、え、何これ、何これ、これはサマトさん何ですか、いやいやもうリアクション大丈夫です、ディバンシーで、どつかれたぐらい飛んでてた今そんなに大きくなってないようです、サマトさんから可能出てたんじゃんバーンって、マジかよ、いい香りだ、試してみてください、本当に塗るだけ、はい、はい、そう塗るだけなんですよ、めっちゃすごい、オレンジでは結構これ自慢し、自慢しの発音で言わなくていいから俺あでもねしっかりに変わるわ、おおもうすごい、これめちゃくちゃ使い勝手いいわ、確かに、ね、皆さんが使ってるのはどれですか、僕はいつもこれ使ってて、おで最近ちょっとこれにハマって、うわわかる、これ使ってるんですけど、僕これ使ってる時、ま、マジこれマジの話なんですけど、うん、海外の女性の方にちょっと道で話しかけられて、うん、すいませんみたいな、うん、どこのコロン使ってるんですか、言ってました、あとマジでこれ本当にまたこの香水なんですけど、うん、コンビニの店員さんに香水どこに使ってますかって聞かれましたほんますか、マジよ、すごいね、本当にマジだ、本当周りの人を魅了する香りだ、本当ガチっす、これぜひあの皆さんお名前の方をオーデルパルスブリュお前関係ないやんか、大事なとこ出てるな、大事なとこ絡んでくれよ、これでもすごい素晴らしいんで、もう言い直さないバクバク言ってますよちゃんとした名前言い直してくださいよ、これはオーデルパルファム、パルファム、うん、あやっぱいいね、これですね、これはわ本当にいい香りだわ、いい香りです、僕このブラック今お気に入りですね、僕はイレジスティブルを使ってます、こちらですね、今僕が使ってるのがオーデパルファムっていうちょっと強い方なんですけど、うん、最近はこのオーデトワレの方が出て、うん、ちょっと軽いんですよね、うん、香りがですね軽くて爽やかな、はい、うん、風味が出ます、そういうイメージだわ、そう香りがきついのがちょっと苦手な方っていうのはこっちのオーデトワレの方をつけていただいた方がいいかもしれないね、春っぽい感じ、春っぽい感じ、春っぽい感じ、気になるんですけどこちら見たことないです、あこちらが、はい、これかボディローションとエシャナテル、えっ、白い方がナテルビー、だから勝くんが使ってる方の匂いですよ、そうです、ボディーローションなんてあるんですか、すげえ、だから香水を普段つけない方もこうやってボディーローションとかならつけれるね、この時期もう乾燥してきますから、うんね、寝る前とかもこれをつけることによっていい心地のままになれそうですよ、うん、でもフォーメーションで腕組んだ時にこの香りしてきたら僕振り飛びますいい香りすぎて、こういうところがね、あとこちらですね、うん、本田くんが先ほど使ってたって言ってね、はい、僕はあのサンメルシー、うん、おー、しかし簡単な簡単だったよサンメルシー、これちょっとあのね木の匂いがするんですよ、ね、ウッドっぽく、うん、そう、木の匂いが、おおめっちゃ優しい香りする、うん、これ、ウッド調の匂いあーでもいい、このちょっとすれ違った香りもすごい、今香り、香り切りしたからすごい、あとこれフミヤの面からの方これ嗅いでみようよ、確かに、トロブルフェット、オーデル、オーデパルファム、オーデパルファム、はい、ちなみにあの今見ていただいているはい、ドジバンシーの香りなんですけど、はい、日本国内でも取り扱っている店舗が今2店舗しかない、あ、そうなんですか、めちゃくちゃいい匂い、ちょっとごめんね、いや、このすれ違いやってみて、やりたいすれ違いやりたい、ちょっと全然マジでじゃあ、ブリブッカどうかな、普通にじゃあ、俺歩いてきてこのままじゃあここ通り過ぎて、通り過ぎてって、いくよ、せーの、ほら、めちゃめちゃ可愛い、たくさん見てるじゃんなるほら、なるやん、はい、はい、今もう3つのブースでたくさん見てきたけど、はい、キューブにあげるプレゼントはもう決まりましたか、もうね、でもどうしよう、ありすぎてやばい、ありすぎてやばいよね、ありすぎて、ちょっとどうしようって感じ、ちなみにテーマは決まってる、決まってる、めちゃくちゃ早い、決まってんだ、はい、でも早く選びたい、もう早く選ぶ、あ、じゃあもう行きましょうか、はい、もうみんなは、皆さんはまあ、はい、決まってないね、決まってない待って、決まってるか決まってないかにめっちゃ厳しい決まってますよ、そう決まってるか、決まってますよ、じゃあ最後発表していきましょうか、はい、行きましょう、ということでギフトを選び終えました、はい、
はい、皆さんちゃんと選べましたか？楽しかったです。本当に満足です。満足ですか、はい、じゃあそれぞれ何を選んだのか発表して、こちらのジバンシーのギフトボックスの中に入れていきましょうか。はい、了解です。じゃあ一人だけ多分手が前に出てない人から発表ですかね。そうですね。あのバランスだよ。はい、じゃあ本田くんから発表していただきましょう、はい、どうぞ。赤ちゃんの持ち方ないよっていう方がそんぐらい大事ですから、ね、まず僕のちょっとテーマ、ほう、テーマ、はい、テーマなんですけど、はい、本田康介の愛用品、ほう、というテーマで、3つ選ばせていただきました。わかりやすくていいですね、はい、まずは、はい、あの先ほどもお伝えしたんですけど、うん、こちら、うん、あー、うん、パルメルシー、ウッドの香りを、ね、そう、香りをする、うん、結構爽やかな、はい、香水、これも僕を感じてもらえたらなと思いまして、まあ、確かに選ばせていただきました、はいね、はい、あとお伝えしたんですけど待って、じゃあ見せてください、はい、あの僕があの普段使ってるリラックス、じゃあ待って、新作じゃないですか、はい、あでも嘘をつけないでください、聞いてください、はい、冬になるということで、はい、リップも新しくなったですし、このケースも変わってちょっと冬に衣替えみたいなね、あだからリップも普段使ってる色と同じやけど、そうそうそう、見た目だけ変わってるってことで、37番、僕いつなんです、ローズパーフェクトの37番、37番です、皆さんメモってください、はい、こちらの新しいやつを選ばせていただきました、はい、可愛いもんね、で僕の本田康介の愛用品最後はこちらですね、はい、はい、新作やないかいってな、全然出る、さっきテーマが全然合ってないわ、ネガワードの愛用したいんじゃん、まあ、そこまで言うならそっちでいいよ、いやでも3分の2がそうなんだ、でも俺は今日から使うって決めたんだから愛用品です。すごい、もうもらったから俺のものダイヤみたいなね、いやでも本当にこの洗顔ジェル、あのクレンジングジェルと洗顔ジェルがあって迷ったんですけど、うん、メイクしない時もあるので、うん、洗顔ジェルの方が前に使えるかなと思って、うん、まあそうね、あと皆さんもちょっとクレンジングと洗顔は多分どっちも使うと思うので、うん、それが気になってました、はい、洗顔ジェルの方をあえて選ばせていただきました、はいはいはい、はいはい、じゃあ康介君、その選んだ3つの中から どれをキューブに、めっちゃ迷う、いや難しいよなこれ、本当は正直3個全部渡したいんだけど、そうね、ちょっと一番持ち運びやすくて感じれるみたいなところで言ったら、はい、やっぱこれかな、まあ確かにね、はい、こちらルージュジバンシー、早速入れさせて、どこに配置するのかも大事よ、じゃあなんちゃ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 ん、あーどこ謙虚、謙虚です、はい、あーいいね、でもいつもの3位の位置じゃない、3位の位置ね、これね、それでは次はフミヤ発表お願いします、君の次に大切なセット、おー、いいね、おしゃれ、まあ、君が一番ってことかじゃな、そんな一番の君にこれを使っていただきたいなっていう、キューブと思うじゃない、じゃあキューブ、まあシュータかもしれないけどね、それは、いやいや、喜びから独特する、それではあの発表していきたいと思います、違う、はい、後ろでめっちゃ喜びを立ち合ってるわ、まずこちら、あーすごい、イレジスティブルボディローション、おお、はい、あー早速選んじゃいました、いやこれ気になるよね、でもね、やってました、うん、この匂い使ってるから、あのドキドキすんなって勝手に、はい、そしておーまたお、こちらです、トワンノワールクレームありがとう、クリームです、こちら、はい、はい、まあ乾燥しやすい季節に、ね、なってきますので、ちゃんとクリームは季節のことも考えてもね、そうですね、クリーム系っていうのもある、はい、最後のそしてラストは、いやいや、かぶせんねんなよ今、フミヤが言ってんだから、はい、こちらです、はい、ローズパーフェクト、おー、はい、やったね、愛用です、俺たち一人ずつ、パーフェクト、こちらはあの僕と本当お揃いですね、303、はい、303、はい、メモメモしてね、メモして、もう2回は言わないよ、そう、うん、303、ポテポテのボケすべて言ったになっております、はい、ありがとう、はい、この中の3つから、はい、キューブに1つだけ選んでください、ほんといろいろ悩むんですけど、やっぱこれかな、おー、いいね、ボディローション、ボディローション、ボディローション、ほんまに乾燥する季節やから、うん、そうね、これあの塗っていただければ、うん、体に塗っていただければ、うん、ちょっと僕のようなダンスが踊れる、いやいや、それは多分関係ないね、関係、いやいや、すぐ塗ろうとしてる、ね、いや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 、踊りたいから踊りたいから、まあまあまあ、まあ、踊りやすい、ではこちらを皆さんにお渡ししたいと思います、はい、それではどこに入れるのかな、どこに入れるの、あ、じゃあ、ここに右下に置きます、はい、はい、はい、それでは勝くんお願いします、はい、ちょっと待ってね、はい、何入ってんのそれ重そう、何入ってんの、めちゃくちゃ重い、はい、詰まってる、あれ欲張ってきた、僕のテーマなんですけど、いやいや、普通に始めようとしてるけど、はい、最初の茶番何、僕のテーマ言っていいですか、あ、ごめんなさい、なんかこっちが悪いみたいになってる、いやいや、もうどうぞ、テーマは何ですか、僕のテーマは、
美のてっぺんを目指せ入門編です。おお、入門編か。入門編。でも確かにてっぺんを目指すときには入門編っていうのあるとちょっと目指しやすいかもしれない、ね、一番基礎が大事ですから。そう、確かに、はい。なんでちょっと僕選んだのを紹介していっていいですか。はい、まずですね、最近オレンジのメイクはまってるんで、これを使っていただければ僕のメイクのような感じに仕上がると思います。下のオレンジらへんね、はい、ぜひ使ってみてください。はい、そして皆さん、ああ、そうね、もうカスやっぱそれ入ってくるよね。もう俺といえば、はい、ランテル D、オーデトワレ、はい、まあ、これはもう言わずもがないですね。撮影前も僕自分のやつ持ってきてつけてますから、はい、ぜひ使ってみてください、はい、はい、あとはね、やっぱプリズムリーブル、そうね、これは欠かせない、はい、オーブといえば、はい、僕は4番使ってます、はい、4番、はい、紫も入っててね、はい、年カラも入ってて、うん、非常に、マスクも心地よくつけれるし、うん、肌もサラサラになるんですごくおすすめです。じゃあこのよくカツがメイクしてるオレンジと、はい、毎回使ってる、はい、香水、はい、プリズムリーブルで、テーマが何でしたっけ。美のてっぺんを目指せ美のてっぺんを目指せ、目指せ、あ、自分で美のてっぺんって言ってるようなもんですけどね。よいしょ。そうですけど恥ずかしがってくれ、まあ、ちょっと今説明してるとき汗は出てましたけど、ね、じゃあその3つから、はい、どれを選びますか。確かにこれどれもね、うん、いいんですけど、はい、僕やっぱ個人的にこのご時世もあって皆さんに常に美しくいてほしい、まあ、てことはてことはですよ、じゃあプリズムリーブルですね。おい、はい、いいですね。マスクやっぱみんなつけるじゃないですか、まだやっぱ今、はい、そんな時でもずっと美しく入れられる。確かに、これ一つあるだけ全然違う。マジで違う。なのでこちらを僕は入れさせていただきます。最商品を入れてください。じゃあ僕は右上かな。入りましたね。はい、次は僕になります。はい、はい、気になるよ。テーマ、ラストです。テーマ何、テーマ、ラストのテーマ何、ラストのテーマ、ラストのテーマ、僕の愛用品です。おー、え、待って、ちょっと待って、あれ本田君何でしたっけ。僕の、僕は僕の愛用品です。で僕の愛用品2です。おい、2かい。おい、第2弾です。4番目ですごいテーマ来ると思ったでしょ。はい、思いつかね。今日回しに徹してたからね。そうです、まあ今日だけ許すか。まあね、許してよ、はい、僕の愛用品2でございます。見よう、はい、本当にでも僕の愛用品でございまして、はいはいはい、はい、まずは、うん、来ました、はい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 、ランタンボレルブロッサムクリームコンパクトです、はい、本当使ってるよ。本当に使ってる。ローズパールもよく使ってる。これで俺の顔は出来上がってるみたいな。確かに。でもう一つ、プリズムリーブルブラッシュ3番ね、はい、はい、こちらは僕は2と3どっちかを使ってますね、はいはいはい、そして最後、はいはい、みんなご存知の通り、うん、じゃじゃん、うん、イレジスティブル、はい、それもね今日使ってるって言ってましたね。そう、本当にこれはいい。確かにほんまに使ってんね、はい、で、すごい、どれ選ぶんですか。そう、だから3人選ばないから、本当に僕の愛用品3つの中から選ばれたのは、はい、お、選ばれたのは、はい、じゃじゃん、クリームコンパクトです。おー、まあ、確かにね、はい、うん、本当に俺の顔は本当これで出来上がってるぐらいすごいの で、うん、でこれはあのメイクの前とかにも保湿等で使われるそうね、はい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 、本当にいいです、うん、完成させてください、ボックスを。来ました。え、しました、来ました。はい、ちげえだろ、なんでだよ。ここじゃない、ここじゃないでしょ。こういうのいらない、こういうのいらない、はい、ここです。はい、おー、はい、綺麗、ありがとう、ありがとうございます。4人だから四つ角にちゃんと収まるっていうね、ちゃんと、はい、これでギフトボックスが完成しました。はい、いや、素敵なものに仕上がったんじゃないでしょうか。最高やな、うん、はい、ジバンシービューティーのツイッターアカウントでフォロー&リツイートキャンペーンを行うので、うん、詳しくはジバンシービューティーのツイッターアカウントをチェックしてみてください。その他にもジバンシー×オーブキャンペーンをやっていますので、そちらもチェックしてください。はい、はい、それ、あ、鉄板ネタみたいなんだ。そうそう、2つ入ってくるやつ。チェックチェック、うーまではいいんだけど、はい、皆さんも今日の企画を参考にして、普段お世話になっている方へのギフトを送ってみてはいかがでしょうか、うん、キューブのみんなのギフトボックスも僕たちの思いが詰まってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。以上、オーブでした。